政治地理学は政治を研究対象とする人文地理学の一分野である。かつての政治地理学は国家の清水を地理学的環境論視点から論じたものであり、地政学と深い関係にあった。出発点はドイツの地理学者フリードリ・ヒラッツェルにより命名されたポリティッシュ・ゲイオグラフィーという著作からであるが、歴史的な部分はしばらくは地政学と一にしてきた。 地政学同様、政治地理学も戦後は軽視されていたが次第に、軽量的な地理学が1960年代、移行左官になるにつれて、アメリカやイギリスなどで、地方自治や政治団体の政治的な行為に注目した、イデオロギー的な部分が薄い内容の政治地理学が、再び論じられるようになり、日本でも再び盛んになってきた。現在日本では、純粋に政治事象を取り扱う、 人文地理学の一分野として取り入れられており、マクロでは国際政治と地理の関係などを、ミクロでは地方自治の影響を空間的に分析する内容などが盛んで、かつてのようなイデオロギー的な色合いをだいぶ薄めた内容が主流である。取り扱う内容によっては、経済地理学や社会地理学とも密接した内容になっており、地政学とは距離を置く傾向が見られる。また、 地方行政に特に視点を置いた分野は、行政地理学という別の表現をすることも多い。ありがとうございます。